はい。カレーを作ったんですよ。で、カレーに、いや、カレーをとんかつにかけて食いたいなと思ったんですよね。で、最初めんどくさいなと思って、惣菜でとんかつないかなと思って、スーパーに行ったら、チキンカツしかなかったんですよ。で、絶対にとんかつが食いたかったので、とんかつ用の肉を買ってきたんで、これからとんかつを作っていこうかと思います。塩コショウで味付けをしていきます。で、薄力粉をまぶします。しばらく薄あと唐揚げ以外の揚げもしなかったんで、薄力粉を久しぶりに買いました。先ほどの肉に薄力粉をまぶしました。で、パン粉買ってきたので、パン粉を入れます。卵をつけてパン粉をまぶします。はい、じゃあこれでパン粉がついたので、これを油で揚げていきます。で、油を注ぎます。今回そんなに大きくないので、小さめのフライパンでカツレツっぽくやっていこうと思います。こんなもんでしょうか。
まだちょっとあれですかね。そろそろいいかな。
とんかつができました。先にカレー持っちゃいました。間違った。はい、じゃあこんなところでできたので、ここにカレー盛ります。で、完成です。美味しいです。では今回の動画はこれで終了となります。ご視聴どうもありがとうございました。